大体60秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。北京の街にも活気が戻った今日この頃。賑やかな年の瀬だね。活気といえば年に一度中国東北の冬の漁じゃ。お、なんか始まった。漁師たちは伝統的な漁法で凍った湖の下を泳ぐ魚たちを狙うんじゃ。それは吉林省の茶岩湖で行われている漁のことだね。茶岩湖は吉林省最大の湖。氷点下20度の中、漁師たちは厚さ45センチの氷に穴を開けて網を引くんだよ。あ、戻った。そうそう、網を引く動力はなんと馬。1000年の歴史を持つ豪快な漁なんだよね。1回の漁獲量が50トンを超えると、その回の漁は赤い網、紅毛と呼ばれるんだ。そんなに取れるんだ。驚くのはまだ早いよ。今年の最高記録は現時点で250トン。すごい。でもそんなに取って大丈夫？安心して。この網の目は体重2キロ以下の魚はかからないサイズなんだよ。へえ、毎年漁ができるように工夫されているんだね。そう、 SDGs。 そしてこの東北の氷上で繰り広げられる漁師と魚たちの熱き戦いは冬の観光の目玉にもなっているんじゃ。それ何なの？私の中の漁師さんのイメージ。偏ってる。でも見に行きたいな。私は家で応援じゃ。今日はここまで。再见。